バルセロナはスペイン北東部にあり、スペインを代表する芸術と建築で有名な国際都市です。日本では見ることができない素敵な建物であふれ、街を彩る華やかな建築物は見る者の心を奪います。この動画ではそんなバルセロナを旅しながら、さまざまな観光スポットを巡り、あなたをバルセロナの旅へと誘います。1. グエル公園。バルセロナの北部にあるグエル公園は、有名な建築家であるアントニ・ガウディの作品であり、作品群の一つとして世界遺産に登録されています。建築当初は分譲住宅のプロジェクトとして工事が進められましたが、奇抜なデザインや中心部から離れた立地などが災いし、買い手が現れず建設工事は中断。その後、市が買い取り市民公園となりました。園内には波のように曲線を描くベンチやタイル装飾を施したオブジェの数々など、独特のセンスあふれる世界が広がっており、ガウディのイマジネーションに触れることができます。2. カサミラ。カサミラはバルセロナのグラシア通りにある建築物で、グエル公園と同様にアントニ・ガウディの作品群として世界遺産に登録されています。曲線を描く石造りの外壁が特徴のこの建築物は、6階建ての集合住宅になっており、世界遺産ながら人が住んでいることでも有名です。チケットを購入することで中を見学でき、奇抜で美しい外観のほか、採石場のような屋上テラスや大胆に設けられた吹き抜けなど、さまざまな見どころがあります。3. カサバトリョ。カサバトリョは海をテーマにした建築物と言われており、こちらもアントニ・ガウディの作品群として世界遺産に登録されています。カサバトリョのすごいところとして、廃棄物を再利用して作られているということがあり、外観を飾るタイルやガラスは地元の会社から譲り受けた廃棄物が使用されています。また内部も素晴らしく、ガウディならではの曲線のデザインや採光のために工夫された天窓や吹き抜けなど、その芸術性の高さは現代でも高く評価されています。4. カタルーニャ広場。カタルーニャ広場はバルセロナのへそとも呼ばれる、バルセロナ中心に位置する広場であり、5万平方メートルにも及ぶ広さを誇ります。旧市街と新市街を結ぶこの場所は、ショップや記念碑などが点在するだけでなく、市内交通の一大要所にもなっており、地元の人から観光客までたくさんの人でにぎわいを見せています。周辺にはカタルーニャ音楽堂などの観光スポットもあるほか、夜になればライトアップされた噴水ショーも見ることができ、さまざまな楽しみを満喫することができます。
5. ボケリア市場。ボケリア市場はバルセロナのメインストリートであるランブラス通りにあり、新鮮な魚やフルーツ、お肉に野菜など様々な食材が並び、バルセロナの台所とも称されます。この市場は800年ほどの長い歴史を持っており、200軒ほどあるお店では生ハムやチーズ、新鮮なジュースなどの食べ歩きを楽しむこともできます。その他、新鮮な食材を使ったスペイン料理のレストランや、品揃え豊富なお土産屋さんなど、いろいろなお店があり、バルセロナ観光には欠かすことができないスポットです。6. バルセロネータ。バルセロネータ地区は地中海に面し、リゾート気分を味わえる場所として知られています。海水浴を楽しめるビーチのほか、通り沿いには美味しいシーフードのレストランや賑わいを見せるタパスバーが並び、地中海のグルメも満喫することができます。また自転車やセグウェイをレンタルして海沿いを走れば、美しいビーチの景色を楽しみながら爽快な気分を味わうこともできます。7. カタルーニャ美術館。カタルーニャ美術館は1929年に開催されたバルセロナ万博の政府館として建てられたものであり、現在は国立美術館として使用されています。10世紀から12世紀のロマネスクをはじめ、ゴシックや近代美術に至るまでおよそ225万点もの作品が展示されています。有名なピカソやダリの絵画はもちろん、アントニ・ガウディが作った家具を見ることもでき、あらゆる時代の美術を楽しむことができます。8. ランブラス通り。ランブラス通りはバルセロナの中心であるカタルーニャ広場から港に向かって伸びる通りであり、バルセロナのメインストリートとして知られています。通り沿いには市場や歴史的建造物の他にも、夜遅くまで開いているバルなどがあり、早朝から深夜までにぎわいを見せます。また周辺にはパリのオペラ座にも匹敵すると言われるリセウ大劇場や、アントニ・ガウディが建築したグエル邸など、さまざまな観光スポットがあり、散策するだけで楽しむことができます。9. モンジュイックの丘。モンジュイックの丘はバルセロナの南西に位置する小高い丘であり、ユダヤ人の山という意味を持つと言われています。丘の上には町を守るための要塞として建設されたモンジュイック城や、ジョアン・ミロの作品が展示されているミロ美術館など、多くの観光スポットがあります。また
丘の上からはバルセロナ市内と地中海を一望することができ、この場所ならではの絶景を満喫できます。10サグラダ・ファミリア。サグラダ・ファミリアはキリスト教の聖堂であり、アントニ・ガウディの未完の建築作品として知られています。1882年の着工当時は完成までに約300年かかると言われていましたが、技術の進歩などにより現在は2026年に完成が予定されています。アントニ・ガウディの作品群として世界遺産にも登録されており、未だ建設中ながら圧倒的な迫力を放つ姿を一目見ようと世界中から多くの観光客が訪れます。以上、バルセロナで訪れるべき観光スポット10選をご紹介しました。この他にも様々な国の動画を投稿しています。次はまた別の国の旅でお会いしましょう。